おしだかは、シダ植物の一群。多くの種を含み、よく知られたものも数多い。ただし、系統分類には問題点もあり、見直される可能性は高い。標準的なシダの姿のもので、比較的大柄なものが多い。日本では全土に多くの種があり、特におしだ族は、日本産のシダの族では最も多くの種を含む。印象としては、おすしだの名の通り、 男っぽいものが多い。具体的には全体に大きめ、輪ペンが多い、軸が太め等分類体系としては若干の触れがあり、また分子系統の研究では必ずしもまとまりを持ったものでないとの見解もある。地上性で死だとしては中型から大型。根茎は直立するか斜めに立ち、あるいは横に這う。輪ペンは基部で付着する形で、 傭兵と根茎の間に関節はない。傭兵には複数本のハートがある。洋心は単陽から右上複陽で陽脈には有利する例と規則的な網状になる例がある。法子能群は陽脈に対して背なまするか調整。法子能床は天井で法子能群は丸い形になるものが多い。ただし、長大円型や線形になる例もある。 包み膜はエンジン型で、くぼんだ点でつく例と縦状になる例が多い。包み膜を持たない例もある。かの範囲には、諸説あり、姫子だか、岩田だか、鶴吉のおかをも含める説もある。しかし、これらの都がが同一系統であるとの判断は難しい。競技の押し高では、葉の軸上に有説網を持つものを、七化けしだか、持たないものを押しだかに分け、 これらを独立化とする判断もある。世界の熱帯域を中心に20属選手が知られる。日本では8属150種がある。よく知られたものは数多い。例えば、ベニシダ、イノデ、カナワラビ、ヤブソテツなどはいずれも広く名の知られたものである。また同時に、これらはどれも類似の種が非常に多く、さらにそれらの雑誌も多く存在して分類が難しい。 ことでも知られている。以下に、日本産の属と代表的な種を挙げる。観葉植物としてよく知られているものにオニアブソテツや博多シダがある。薬用とされたものにオシダがある。ABC、ドライアテリダッチハータートラーピコスハヤシ、P27 池畑 P64 中池 P26 岩月編。P161 中池へ P26 岩月編。 P161 中池へ P26 中池 P26 ありがとうございます。